に頼まれてバスタオルを新調してきました。最近家で使うものを私のセンスで買ってきていいと母が許してくれるようになったので、このバスタオルを選んできました。去年の今頃だったら多分全部サンリオで揃えてたと思うんですけど、さすがに落ち着きました。ついでにこんなに美味しそうな桜のお菓子があったので買ってみました。桜のシリーズがたくさん売っていました。ぜひ皆さんも無印でチェックしてみてくださいね。はい、ニトリでは調味料入れを新しくしました。もうずっと10年以上使っていて、あのパッキンの部分が緩んできて湿気が入りやすくなってしまったので新しいものを買いました。これがちょっと珍しいデザインで、開けると奥に蓋が開くようになっていて、でスプーンが中に落ちない構造になっていて衛生的だなと思って選びました。こんなシールもついていて貼ってみたんですけど、やっぱり下手くそですごく斜めっています。何回か貼り直したんですけど、どうしても斜めになってしまいました。でもこうやって遠くから見れば多分わからないので問題なし。今日は一日家で過ごす予定なので着替えません。パジャマのまま過ごします。最近母にとってすごくおめでたいことがあって、今日はそのお祝いをする料理を私が作ろうと思っています。で、本当におめでたいことなのでケーキも用意しようと思って張り切っているところです。シンプルなスポンジのショートケーキを作ろうと思っているんですけど、作るのは初めてなのですごく心配不安でした。上手にできるかなと思って、先週の動画でテムで買った生活家電をいくつか紹介しました。その中でも特に活躍しているこのコードレスタイプのハンドミキサーを今日も張り切って使ってみます。作り方は YouTube でレシピを検索して試してみました。 URL を貼っておくのでぜひ参考にしてみてください。スポンジケーキはやっぱりメレンゲが命ということで、泡立て不足でもいけないし泡立てすぎてもいけないみたいで、そのちょうどいい加減が本当に難しくて、こうやって8の字を書いてしっかり跡が残ればいいらしいです。こうやって初めて何かを作るときは楽しい反面、結構メンタルが落ちているというか、不安な気持ちでいつもやっています。このメレンゲに粉を混ぜるときの泡を潰さずにさっくり混ぜるっていうのも、いまいちよくわからないって思いながらいつもやってるんですけど、何度か料理したりお菓子を作ったりしてみてわかったのは、一回で完璧なものはできないということです。何度か挑戦して失敗しながらやっと上手なものが作れるんだなってことは、それだけは分かりました。だから完璧なものが作りたいんだったら何度か挑戦して失敗することですね。なので失敗してもそれは次成功するためのフラグに過ぎないって自分に言い聞かせるようにしています。生地ができました。型に流していきます。この工程だけは失敗がないのですごく楽しいです。高いところから落として大きな気泡を抜きました。そういえばうちミトンがないので、いつもオーブンに何か入れるときは命がけというか、やけどしないように細心の注意を払っているんですけど、さっさとミトンを買えっていう。最近 YouTube の撮影に使うカメラを1台新しく追加しました。撮影するときにアングルを結構変えたりとかして、その度に三脚から外したりとか移動させたりとかが結構大変で時間がかかっていたので、もう1台あった方がもっとスムーズに撮影できて、よりいい動画が作れるかなと思って、投資の意味でもう1台追加しました。で、新しく追加した ZV-E1 は F 値が最大で 1.8 と大きいので、背景がよくこうやってボケます。あと軽いです、とにかく。なので扱いやすいので、撮影するときにフッカルになれるのがいいかなって思いました。
初心者向けはやっぱり右の ZV-1 だと思います。私もあんまりカメラ詳しくないんですけど、参考になれば嬉しいです。さあ、スポンジが結構いい感じに焼けました。ちゃんと真ん中がぷくって膨らんでいて、硬そうな感じはないんですけど、型から外してみないとまだわかりません。ちょっと膨らみがやっぱり足りないですかね。均等じゃないし、どうでしょうか。色はいいですよね。でもなんかキメが粗いというか、どうなんでしょうかね。これは、まあ初回にしてはいい方なんじゃないでしょうか。いちごを洗ってきました。パックから出した瞬間にすごく甘くていい匂いがしました。結構立派ないちごですよね。これは母がいつも買ってきてくれるんですけど、いちごだけはちょっと高いのを選ぶようにしてるって言ってました。ちょっと熟れちゃってだいぶジューシーな感じなんですけど、はい、これはねミントの葉っぱをちぎっているところです。いい感じのやつを選別して分けました。はい、スポンジが冷めたので真ん中でカットしてみました。ちょっとずっしり感がありますね。はい、今日ケーキを焼くために私はこんなものも用意しました。ケーキの回転台、いろいろ入ったセットなんですけど、絞り金具と絞り袋と、あとスケッパーと回転台と、さっきのスパチュラ、こんなにたくさん入って3000円弱でした。Amazon で買いました。はい、ではいよいよデコレーションの用意をしていきます。生クリームを泡立てます。こんな作業するの生まれて初めてなんで、すごく緊張しているんですけど、断面にシロップ塗らなきゃいけなかったみたいなんですけど、何にも塗らずに、いきなり生クリームを乗せてしまいました。いちごもたっぷり乗せます。いっぱい入ってた方が絶対美味しいですよね。ちょっとはみ出してますけど大丈夫でしょうか。なんか真ん中がやたらもっこりしてませんか。回転台やっぱり買って正解でした。すごく作業がやりやすかったです。これからどんどん使おうと思います。で、この上に乗せるスポンジが多分逆なんですよね。断面が上に来るように乗せなきゃいけなかったんですけど、こうやって塗ってる時にそれは気づきました。なぜかっていうと角がねこうやって主張されちゃうんですよ。こうやって角がどうしても出てきちゃうんですよね。多分スポンジの乗せ方のせいだと思います。で、角が出たままもう最終段階のデコレーションに入りました。私、血液型的にというか性格的に細かいことを気にするのが苦手で、完璧を求めると疲れるので、妥協点を探すのが得意と言ったらいいでしょうか。もうこれ以上これこねくりましたらもうキリがないと思ったので、いちごはみ出してましたけど、もうそこは目をつぶってください。塗り方もちょっと雑ですけど。兄ちゃんとおちゃんに余ったいちごをちょっとだけお裾分けしました。おーちゃんが実はあんまり食べたことのないものを食べるのが苦手で、こうやってねいつも様子を見てから寄ってくるんですけど、怖くてね食べれないのがまた可愛いんですよ。いやーってなっちゃって本当に可愛い。兄ちゃんが私が食べるって言って奥から走ってきました。この後ちゃんといちごを食べれるようになったおーちゃんでした。さあ、晩ご飯の準備をします。今日は特別なディナーを作ります。メニューはステーキとカプレーゼとチーズフォンデュです。ステーキの付け合わせにする人参グラッセを作っています。あとはマッシュポテトも作ります。潰したじゃがいもをさらに裏ごしして、もっと滑らかなマッシュポテトにしていきたいと思います。母がマッシュポテトがすごく好きなんですけど、あんまり作って食べることってないですよね。だいたいお店で食べると思うんですけど、もうこの間の動画でも母と
一緒にステーキ屋さんに行ったんですけど、そこでもマッシュポテトってなくて、だいたいご飯が出てくるんですけど、 Vlog でもあげたハワイで食べたステーキ屋さんのマッシュポテトのようなマッシュポテトを目指して作ってみました。カプレーゼは簡単にミニトマトと丸いモッツァレラチーズを使って作りました。あとマスカットを入れるカプレーゼがあるみたいで、ちょっとおしゃれにミックスしてみました。本当はシャインマスカットがあるとよかったんですけど、なかったので普通のマスカットを入れました。オリーブオイルとレモン汁とお塩を混ぜてドレッシングを作りました。簡単に手作りできて見た目も可愛いので、ぜひ挑戦してみてください。はい、チーズフォンデュも準備しました。といっても市販のものをお鍋に入れただけです。あと母が白ワインが好きなので、私は全然ワインわからないんですけど、なんとなくパッケージが可愛いものを選んでみました。私の飲み物はジンジャーエールです。今日の目玉のステーキヒレ 200g です。めっちゃ高かったです。本当は1人1枚あるとよかったんですけど、あまりにも高すぎて、とてもじゃないけど2枚くださいとは言えませんでした。でも 200g でも十分大きいですよね。厚みもあるし、お店で食べるのってだいたい 150g ぐらいですかね。せっかくいいお肉を買ったので、失敗しないで焼かなくてはいけません。すごくプレッシャーを感じました。焼き方はこれも YouTube で調べたんですけど、各面を10秒ずつぐらい焼いて2分半休ませるみたいなことを3回繰り返すって書いてあって、言われた通り真似してみました。今お休みしているところです。こうやってじっくり熱を通すことで、ちょうどいいミディアムレアの焼き方ができるそうです。今回の母のお祝いっていうのは、まあ詳しいことは言えないんですけど、母がずっともう10年以上こう目標にしていたようなことをついに叶えることができたということで、もう母にとってはとてもとても念願な出来事だったようです。さあ、ヒレステーキ 200g 焼けました。どうでしょう。めっちゃいい感じに焼けました。お肉高かったからすごく緊張したんですけど、なんとか無駄にせずに良かったです。さあ、母を呼んで乾杯して料理を食べてみたいと思います。チーズフォンデュもただ火にかけただけなんですけど、綺麗にできてよかったです。で、肝心のお肉はもうすごく美味しくて、柔らかくて脂があっさりしていて、本当に本当に本当に美味しくて、あっという間に食べ終わってしまいました。で、ちょっと大量に作りすぎたカプレーゼでなんとかお腹を満たしてケーキを食べたいと思います。ケーキはやっぱり初めてだったので、ちょっと硬いというか密度が濃いというか、ふわふわ感が足りないなとは思ったんですけど、でも味は最高で、母もすごく気に入ってくれて半分ぐらい食べてくれました。頑張って作った甲斐がありました。今日はなんだかんだでキッチンにいる時間がとても長かったので、結構疲れました。このコメダとパンチュのコラボ、めちゃくちゃ可愛くないですか。クリアコースターがもらえるってめっちゃ欲しいんですけど、先輩を誘って行ってみたいと思います。はい、疲れて寝ちゃいました。おやすみ。
この間紹介したこのワンちゃんのスリッパなんですけど、だいぶ薄汚くなってきたので手もみ洗いしました。あとは冒頭で紹介した無印のタオルも一度洗ってから使いたいと思います。入れ方が本当に乱暴で雑ですね。そういえば最近この洗濯機が壊れまして、もう10年近く使ってるんで、新しく変えようか修理しようか迷った挙句の果てに、母がなんと自力で直すという荒技を見せてくれて買うのを免れました。なんか排水がうまくできずに床がびしょびしょになりまして、で母が自分で洗濯機をおりゃーってどかして、なんか詰まってたらしいので詰まりを解消してまたおりゃーって動かして直してくれました。で私が昨日焦がした鍋も綺麗に洗っておいてくれました。はい、昨日作ったマッシュポテトの余りを使ってチーズポテトパンを作りたいと思います。これも YouTube でレシピを検索してそれを見ながら作りました。概要欄に URL を載せておきますので、ぜひこれも参考にしてみてください。昨日のマッシュポテトとあと残ったチーズとで薄力粉とバターとミルクだけでできるのですごく簡単です。でね、見た目もすっごく美味しそうなんですよ。どんなのができるか楽しみにしていてください。生地を寝かして買い物に行ってきました。このジュース見た目が可愛いので買ってみました。後でご飯の時に飲みます。チーズが足りなそうだったので追加で買っておきました。あとは最初に紹介したニトリで買った密閉するケースの中にはコンソメを補充しておきました。この動画が出る頃にはもう終わってると思うんですけど、先輩の卒業式がもうすぐあります。本当に悲しいって言っちゃダメですけど、別にこれからも会えるんですけど、学校で先輩と一緒に過ごすのってもうこれが最後で一生ないことじゃないですか。そう思うともう胸が張り裂けそうなぐらい、なんかすごい寂しくて切なくなっちゃうんですよね。でもう一つすごい寂しいことがあって、友達がなんと2人も一気に学校を辞めちゃうということが分かって、それも本当に悲しくって、友達にとっては前向きな決断というか、まあ、学校を変えるってことなんで私は辞めないでとか言えないんですけど、でも本当に今悲しい気持ちでいっぱいです。悲しいというか寂しいという感情が正解かなって思うんですけど、これからも一緒に遊んだりとかはできるんですけど、やっぱりその学校で一緒に過ごすっていう時間がもうなくなっちゃうって思うと、やっぱりそれが本当にすごく何とも言えない気持ちになって、今まで当たり前に一緒に先輩や友達と過ごしてたのってやっぱり当たり前じゃなかったんだなってすごい感じました。今の時期は私だけじゃなくて、いろんな皆さんにとって変化が多い時期だと思うんですけど、変化があるってことは寂しくもあるんですけど、また次の新しい出会いとか楽しいことが待っているっていうことでもあるので、前向きにみんなと一緒に頑張ろうと思います。そんな感じで最近は嬉しいことがあったり、ちょっと悲しいことがあったり、感情が忙しい日々でした。さあ、チーズポテトパンが焼けました。チーズがビヨーンってなるはずなんですけど、え？え？チーズが伸びないチーズポテトパンができました。味と食感は最高でした。多分生地をちょっと伸ばし足りなかった、もうちょっと薄くして、でもうちょっとチーズを増やして、もうちょっと焼いたら良くなったかもしれないですね。また挑戦してみたいと思います。昼から夕方までバイトに行ってきました。昨日今日とちょっとコテコテのものをいっぱい食べ過ぎたので、晩ご飯は母が
ゴリゴリの和食を用意しておいてくれました。今からはお茶をしながらゆっくり好きなことをして過ごしたいと思います。無印のゼリーはさくらんぼの味がしました。この桜のクリームサンドも塩味があって桜餅食べてるようなそんな感じの味で美味しかったです。すごく春を感じますね。私も高校生になってもう1年が経ったのかと思うと本当に早かったなって思います。高2からもめっちゃ楽しもうって心に決めました。皆さんの中にも3月1日卒業式だった方がいると思いますが、皆さん卒業おめでとうございます。今日は卒業式の後先輩と一緒に米田に来ました。おぱんちゅうのコラボを食べに来ました。卒業式で私はめちゃくちゃ泣いてしまいましたしたら友達がお前が卒業するんじゃねえだろうって言ってきてその通りなんですけど、なんか卒業式って何回見てもどうしても泣けちゃうんですよね。でも式を見届けたらなんか急にすっきりして、あ、終わったって感じで、なんか気持ちが切り替わりました勝手に。では今回もご視聴くださりありがとうございました。